鳥があるんです。こちらね、今長鳥に来てます、まあ、ついでだついでなんですけど、確かね、今の時間だったらね、SL が走るはずだったんですよね。それをね、もし時間が間に合えばと思って来てみました。あと数分後には来るはずです。だけど、なんかあまり鉄道を取られてるととかが気が散らないので、来ないのかなってよくわからないんですけど、何かを待ってる方がいますね。そうなのかな、どうなのか、ちょっとわからないですが、これだったらもうそろそろの時間なのかな。前に、ね、車が止めることもできたので、パッと止めたいな。この桜がね、咲いてるのはとてもいい景色です。まずこちらから見た方がいいかな。この景色もね、それでいいかなと思いますけど、どうなんですかね。SL の音は聞こえましたね。じゃあ来るんでしょう。やっぱり時間合ってない、合ってたみたいですね。よかったです。なんか最近こんな鉄道の写真ばっか撮ってるような方も、動画を撮るような、普段は撮ってないんですけどね。できますかね。さっき無限です。すごいですね。やはり SL は人気がありますね。先頭車両の方にちょうど今あの上り列車と下り列車の待ち合わせがあったんで、ちょうどのところで来ていますけど、いっぱい人がおりますね。いやでもこれは撮るでしょ。匂いもすごいな。
かなか見応えがありますね。みなかみとかも SL 走ってますけどね、ハニさんが住んでるところの近くで一番この秩父鉄道のレオパレスだなんだっけ、全然名前も覚えてないというか、熊谷駅から出てるやつですね。いや、まじまじで通ったの初めてかもしれません。他のところ一回通った時あるんですけどね、熊谷の近く土手みたいなところではあるんですけど、こうやって長瀞で撮るっていうタイミングに出会えるのはなかなか運がいいというか、素晴らしいですね。じゃあね、なんかおもちゃになったらまた